どうもこんにちは、松井塾の松井です。1467年応仁文明の乱ということをやっていきましょう。はい、まず東軍代表の細川勝元、はい、と、西軍代表の山名茂人、この2人が要するに中心メンバーなんですが、ややこしくなるんでこの辺のところしっかり覚えておいてください。まず対立が激化した原因は畠山家の要するに分裂です。はい、畠山家の畠山正長と畠山義弘がどっちが相続するのっていうのが、これが発端になったわけです。で、戦いが始まったんですけど、頼むと畠山正長が東軍の細川勝元に対して援軍を要請するということになった時に、畠山義弘が西軍の山田茂人に対して応援を要請する。で、どちらかの勢力が圧倒的な力を持っていればいいんですけど、はい、両者が拮抗してしまうということになるんで、この戦乱が永久に終わらないということです。で、畠山正長と要するに細川勝元はさらに要するに将軍ですね、次期将軍のこの継承問題にも絡んできて、東軍側の細川勝元は、我々が要するに正しいと言って足利義久の方を立てると、一方山名茂人側は足利義見を立てるということで、まあ、要するに全世界というか全国を、日本全国を要するに巻き込んだですね、戦いに発展してしまうというですね、はい、まあ、絶望的な状態ですね。はい、ということで細川勝元と山名茂人というこれがずっと要するに争いを続けるというのが応仁文明の乱ということになります。よろしいでしょうか。では次回以降、応仁文明の乱また別の視点からもちょっと見ていきましょう。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。